とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワーシーズン10、始まりましたね。今日は攻略をやっていきたいと思います。今回のタワー、22階までとなっておりますので、11階ずつ攻略を出していきたいと思います。今日は、1階から11階まで、やっていきます。では行きましょう。まず1階ですね。特に問題ないと思います。敵の数はちょっと多めですけども、攻撃力 HP ともに低いです。なのでそう死ぬこともないと思います。まあここで、森を投げてくる敵が結構出てくるので、森を避ける練習に最適かと思いますよ。しっかりと森とか弓を避けれるようになると、ストーリーをやるにあたってだいぶ楽になりますので、この避け方を習うっていうのはこのタワーいいんじゃないでしょうか。で、1階の報酬何もいりません。で、2階に着きました。エンチャントを入れていきましょう。変更ですね。この変更を入れておくと、今回結構楽に進むことができます。特に6階だね。6階が結構敵が多くてめんどくさいステージなんですけども、そこで変更があるとだいぶ楽です。で、ここも、森を投げてくる敵、そして召喚してくる敵っていうのが結構出てきます。うん、まあめんどくさいステージではあるんだけども、避ける練習とかね、あと立ち位置の練習にもなっていいんではないでしょうか。はい、あと少し。で、今回のタワー、ようやくね、なんか、パズルらしいパズル。うん、パズルって言うから、違うな。なんかちょっと、アトラクションがあるような感じにはなってきてますね。まあ、めんどくさい。めんどくさいっす。で、ここで、エンチャンターの書、取っていってください。今回は、召喚ビルドを使いながら攻略していきます。いろんなビルドやってみたんですけども、召喚がやっぱり安定するし、初心者にもやりやすいかなということでおすすめしてます。で、ここはゾンビだらけですね。立ち位置をしっかりと考えながらやっていくと、特に問題なくいけると思います。まあ、敵のね、最前線にもう突っ込んでいったりすると、さすがにボコボコ食らって死んじゃうかもしれないんですけども、まあ、前に出すぎず、うまいこと立ち回っていくといいと思います。で、報酬いりません。何もいらないですね。で、変更を3まで入れてください。で、ここは、リッチが出てきます。あいつの毒がね、ちょっと鬱陶しいんですけども、ある程度動き回りながら戦ってると大丈夫です。この動き回りながらやるっていうのが、重要ですね。動かなくなると、毒の餌食になってしまいますので、極力動いて毒を回避してください。で、4回クリアです。で、ここでパワーシェイカー取っていってください。で、ここがネクロマンサー、そしてスケルトンホースマンか、これが出てきますので、ちょっとめんどくさいです。なので、それ用の、装備ですね。この、パワーシェイカーは。パワーシェイカーあると、全然楽に倒していけると思うので、パワーシェイカーをうまく使って倒してみてください。こう、普通の装備だけじゃちょっときつくなるので、パワーシェイカーは必ず入れるようにしてくださいね。で、ここ、報酬、ドラ。取っていってください。ドラはやっぱりね、強力です。タワーではかなり使うことができます。で、ここ、弓の敵がめちゃめちゃ出てきます。あー、止まったなので、変更がかなり有効なステージになってます。で、なんかね、俺思うんだけど、最近、本当にね、ラグが多い気がする。なんでしょうね。すっごいラグいんだよね。
まあいいや、そのうち治るんじゃない。でここは変更があるとだいぶ楽なので必ず入れておいてください。うん、あとあれだね、パワーシェイカー、その2つがあればだいぶ楽になると思います。んでここ報酬いりません。基本的に弓防具剣はノーマルのまんまですね。まだまだ変えなくても大丈夫だと思いますよ。よし、重要なのは、今回もドラ、そしてパワーシェイカーですね。で後々になると召喚のゴーレムなんかも重要になってきます。まあ、こいつなんかもパワーシェイカーがあると簡単に倒せますね。シェイ、あとクモが 2,3 匹いて終わりかな。クリアです。で7回おしまい。報酬で防具を変えます。闇のアーマーです。でエンチャント入れましょう。ポーションバリアですね。ポーションバリアがあると、保険になりますので必ず入れるようにしてください。で武器の攻撃力上げていきましょう。剣ですね、まあまあすぐに交換するんですけども、次のステージで結構楽になりますので剣を入れておいてください。で凍結がちょっとね鬱陶しいんだけども、敵自体はそんな強くないので戦っていってください。まあ、極力ね、敵の弓には当たらないようにうまいこと立ち回っていくと早く倒せると思います。この弓をね避けるっていうのも結構大事な技術なので覚えておくといい感じですね。9回クリアです。でここで武器変えます。星なき夜いきましょう。でこうクリーパー出るんですけども、星夜だったらワンパンで倒していけるので安心ですね。まあ、2発目がちょっと出が遅くなるんだけども、それはちょっと慣れですね。星夜の性能にちょっと慣れてみてください。で奥にエンチャンターが1体います。先に倒しましょう。エンチャンターは鬱陶しいのでね、先に倒しておいてください。よし終わり。1回クリアです。今使わなかったんだけども、パワーシェイカーを使っていくっていうのもいいですね。そしてゴーレムキット、パワーシェイカーとチェンジしてください。11回いきます。ここも特に問題ないです。まずここら辺に敵が出てくるので、それを処理して、中央に向かうと、まあ手間が省けるというか一番早く周回できるのではないでしょうか。あとクリーパーが出てきますね。 OK でこれで真ん中に進んでいってください。ゴーレムちゃんをね出してあげるとうまいこと暴れてくれるので、もうそれだけでいいと思います。今回のゴーレムちょっとあんまりエンチャが良くないかな。終わり。あとちょっといるか。はい、おしまいでーす。11回クリアです。そして報酬ここは何もいりません。ということで、本日はタワーシーズン10 1回から11回までの攻略やってみました。特に難しいところはないかと思います。次は12回から22回までですね。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。